超ケンタヨッシーです。すいません、僕は今、ちょっと外で撮ってるんでね、仕事中の合間なんで、ちょっと、まあ、スーツで申し訳ないんですけれども、今回はですね、松本山雅の、 下田監督、の話が出まして、で、まあ、決まりましたと。12月5日かな、発表されたのが。で、ちょっと時間空いたんですが、俺もちょっとワールドカップを追いかけるのに夢中だったんで、なかなかちょっと話を遅れちゃったんですけども、まあ、今回はそれに関して思うことっていうのをね、話していこうと思います。下田監督がじゃあ、大宮アルディジャの時にどんな、仕事をしてて、山形でじゃあ仕事する上でどういうことが必要で、みたいな話を、まあ、できればなって感じですけどね。で、下田監督に関してはね、まあ、やっぱレノファ山口の印象がすごく強いかなっていうのは一つと、レノファ山口での成功ですよね。ただ、レノファ山口でも大宮アルディージャでもやっぱり最後はこう悲しいお別れで終わってしまったと言っても過言じゃないかなと思います。やっぱ最後のところは守備崩壊して全然こう守れないみたいな感じでね、チーム強いチーム作れなかったっていうのがあると思うんですね。じゃあ山形でじゃあどんなことになりますかって話なんですが、まずじゃあアルディージャでのどんな仕事をしてたかっていう話ですよね。だからレノファ山口時代とやっぱ山があってやっぱちょっと若干さ背景が異なると思うんですよね。クラブ規模だったりとか、でやっぱ似てんのが大宮アルディージャ時代の話だと思うんですよね。山川とフロントの形、感じだったりとか戦力的な部分だったりとか予算的な部分だったりとか、あと立ち位置、やっぱアルディージャのことをやっぱ見るべきだろうと。でまずちょっと考えたいのが、まず記事出ましたね。信濃毎日新聞、下條 SD がかねてからこうアプローチかけてたみたいな話と、でじゃあ下條さんはどんなことを評価して下田さんを呼んだかって話で、主体的に攻撃するっていうところと、あとハイプレスハイライン、あとフェアプレーですよね。この3つをやっぱ軸に考えてるって話だと思って、僕がまあ見た感じだと、やっぱそのまんまの言葉そのまんまのチームかなって思ってました。はい。まあ基本的にベースは 4-3-3 を使っていたんですが、まあ 4-2-3-1 とかも、うまくこう使い分けていたって感じで、まあ相手だったりとか自分らのこの、様子見て、選手の様子見てこう変えてるんでしょうね。で、センターフォワード川田か。で、まあ、偽9番的なこともやってたりとかしてたんですよ。一番前にいるだけではなく、降りてきて、この、なんかトップ下みたいな感じで、動くっていうのを偽9番って言いますけど、そういったこともやってて、まあ、その配置をかなり重視している監督ですよね。まあ、七海さんよりはよっぽどこう配置考えたりとか、選手のこの、連動を考えたりしている監督だと思いますね。で、まあ、結構サイドチェンジとかも多用するし、サイドのウィングの選手が外に張って、その中をサイドバックが使ったりとか、インサイドハーフが上がったりとかみたいなことやってて、やっぱ選手の適材適所をちゃんと考えて、システム、作ってるのかなって思いました。で、監督としての修正力もやっぱあるかなって。後半から、前半ダメダメでも後半から一気に盛り返すみたいな試合も結構あったんで、だからまあ、多分優秀な人なんだろうなと思います。でもやっぱ勝てない理由もやっぱあるわけで、結局やっぱ監督としての怖さがないんだろうなと思いますね。多分ね、いろいろこう、まあ、ウィキペディアの記事だけど、見てると、もう絶対にいい人なんですよね、下田さん。そう、JFA に関係することだったりとか、もうすごくいいエピソードたくさん出てきたし、自分でこう、なんかこう、自主返納したりとか、っていう話もあったし、なんか、自分のこと以上にこう他人のことを考えてみたいな感じで、すごくいい人感がすごく出てきてたんで、やっぱ結局そういう監督って、まあ、人間としては素晴らしいです、もちろん。なんですけど、やっぱチームを勝たせられる人とはやっぱ結局リンクしないんですよね。やっぱ意外とチームを勝たせる人ってクレイジーだったりとか怖かったりとかする人が勝たせるから。だから、いかに山賀が、いい選手揃えたとしても、やっぱこう J3 突破、そして J2 で残留する中では、やっぱ守備面の補強、絶対必要かなと思います。だから下田さんがやるんだったら、絶対センターバックとかサイドバック陣、この力で守りきれるような選手が、まあ高いし、なかなか山賀には来てくれないかもしれないけど、やっぱ必要だろうなって。やっぱ懸念点もやっぱ同じように守備で、僕試合見てましたけど、やっぱりその、ちゃんとね、相手の対策と分析してんのかなって思う時が結構あって、ね、心配になっちゃうようなシーンがたくさんあって、まあボルティス相手とかのシーンとか特に良かったかな。やっぱね、ちゃんとこうゾーンの網目、前と後ろの差がすごく開いてしまう。そのスペース使われるみたいなのがたくさんあったんで、で、マークの受け渡しだったりとか、ついていくのか離すのか、そこら辺のこの受け渡しがすごくこう曖昧。
守備を作るのは結構苦労するかもなっていう感じはしました。だから本当に守備陣の補強は必須です。で、じゃあ今の山鹿の選手たちに当てはめたら、じゃあどんな、スタメンフォーメーションになるかって話なんですよね。今残るかどうかわからん、選手も含めてのフォーメーションを組むならこれだろうと思います。一応12月10日の13時ぐらいに収録してるんで、ちょっとその前に、もうその前後でね、新しいリリース契約の更新とかあったらちょっと申し訳ないんですけども、今の選手で組むんだったらこちらでしょうね。433、はい、どうぞ。これです、で意外とやっぱねキーなのは、俺はね、右のサイドバックの浜崎選手かなと思っていて、やっぱね島田さんの433はねサイドバックがすごく重要なんですよ。外オーバーラップするだけではなく、ウイング外張りの時は中に入ってサポート、なんならボランアンカーのこの隣にいる時もありますし、あとサイドチェンジへのキックの精度も求められる。なおかつ、縦パスだったりとか、本当攻撃センスがすごく たくさん必要だから、今レッツに行ってるんだっけ、真渡りとかさ、元制限の選手ですもありますけど、ああいったタイプの選手が絶対にどっかしらで必要になってくるから、まあ富山にそれができるかどうかは分かんないし、難しいかもしれないけど、まあ、富山はここにいるとして、下川よりは浜崎の方がサイドバックとしては適性あるかなと思いますね、433としては。で、ウイングはね、やっぱ左がね横山くんで、右が山本くんになっちゃいますね。山本くんしかとかいないんですよね、今右のウイングできそうな人が。はい、でトップはルカオかなって感じかな。インサイドハーフも、まあ、菊井と中山にして、アンカーはねやっぱ安藤ですかね。僕は安藤氏ですね。アンカーに必要な能力一番兼ね備えてるのが安藤かなって僕は思います。はい、っていう感じなんですが、やっぱね今いるスタメンで並び替えてみて、やっぱ、ね、実は 4-2-3-1 の方がしっくりくるっていうのがありましたね。まあ、バランスいいし、菊井が一番やっぱこう行きやすいのは多分トップ下なんですね。だから彼のところにスペース空けたいんだったらこれがいいでしょうと思いました。はい、他は大体一緒で、サイドバックもねダブルボランチいるんだったら浜崎にする意味もあんまりないし、必要もないから、やっぱ縦の運動量だったりとかクオリティっていうのを考えると、やっぱ下川に戻りますね。でセンターバックはねやっぱ正直やっぱ補強必要なポイントで、大野くんが去ってしまったんでね、大野くんなんで出したんですかね、よくわかんないですけど、今でも彼こそやっぱカバーリングも、組み立ても全部できる選手だったのにいなくなってしまいましたから、ちょっと残念でしかないですね。あとゴールキーパーね、ビクトル村山、まあ、神田くんとかわかんないんですけど出てないから、決して足元うまくないですから、やっぱ蹴り分けキックできる人、サイドバックだったりとか、味方のウイングにこうピタッてつけれる人が絶対に必要なんで、自分たちで動いて自分たちで支配するっていうサッカーしたいんだったら、絶対にそういったキーパーは必要だろうなって思います。あと補強ポイントとしてはもう一個ウイングですね。ウイングで田中パウロがいなくなってしまったんで、右のウイングできる人が今の山本くんしかいないと、まあもしかしたらルカオワンチャンあるかなと思うけど、でもルカオワントップにしといた方が絶対いいのかなと思ったりするし、あとなんならそれだったら横山もちょっともったいないですよね。横山左のウイングもちょっともったいないし、結局守備で戻った後にスタートするってなるともったいないし、多分川田的な動きするんだったら横山の方がルカより上手いんですよね。ちょっとやっぱ補強必要なのはウイングですね、一番ね。次センターバック、そしてゴールキーパーって感じかな。はい、まあ、センターバックよりはゴールキーパーの方がもしかしたら必要かもしれない。だからウイング、そしてその次ゴールキーパーって感じですかね。今補強必要なのは山本がどこまでできるか分かんないし、山本君が十分できるっていうんだったら別に問題ないと思うんですけど、まあ、なんせこの今さ2トップ構成でそういった陣容なんですよ、今の山鹿のセンターフォワード陣って。だからどこまでこう整理できるか残念ですけど、やっぱ誰かしらこう出さなきゃいけないし、お金作るんだったらね、今のセンターフォワード陣ちょっと多すぎる問題あるんで、だいかにこう誰を残して誰を削るのかっていうのはすごく重要になってくるかなと思います。本当に競争でここはちょっと心苦しいところであるんですけども、仕方ない部分ではありますね。はい、以上です。下田監督に関してはこんな感じなんで、あくまで僕の意見でしかないんで、皆さんの意見とかね、そしてぜひあったらいろいろね、考えてもらって教えてもらえればなって思います。以上ご紹介してありがとうございました。まあでもなぜ楽しみに、見ていきましょう。オフシーズンもまあ何かしら動画作っていくんで、まあ、どっかでお会いしましょう。チャオバイバイ。